でね、一中の男を追いかけ回して、ローラに出会ってなかったら私どうなってたか。嬉しくて涙が出てきた。双子だし。それでローラは人間に戻れたのね。結婚相手は見つかったかしら。あれは大事件だった。全世界の巨人族に？巨人？本当にいるんだ。ある日、巨人国エルバフの王子ロキ、ママは涙目で歓喜してた。巨人族との長年の確執も埋まり、なるほど、そこから逃げちゃったわけね。代わりに私を差し出してみるも、巨人族との仲はより険悪に、人を巨大化する研究に投資するようになった。もし帰ってきたら殺されるわ、その面を俺の視界にさらすんじゃねえよ。実の親に殺されるかと思った。でもローラはのんきだから。そういうことか、全部つながった。ひどいと思われてもそれが事実よ。極楽極楽へ行ってたまるか。なんけちまうな、これからなのに。牛乳入ってますよ、牛乳。ちょうどよかった、俺歯かきじわって。ではいただきま